リバント考察第8話のコシヒカリで発覚、役所工事べきの野望は第2の島根、建国。テントが買い進める土地の秘密。以下、リバント第8話までのネタバレを含みます。9月3日、主演の連続ドラマ、リバント TBSK の第8話が放送された。リバントは、自衛隊の影の情報組織、 別班の一員である野木友女、堺を主人公に描かれる、半沢直樹で演出を務めた TBS の原作、監督を手掛けるオリジナルドラマ。第8話では野ごんべき役所工事67が創設した謎のテロ組織、テントの目的が孤児の救済であること、3年前から多くの土地を購入していることなどがある。バルカ共和国は 共産主義思想の中華系民族仏教文化のモンゴル系民族キリスト教文化のロシア系民族イスラム教文化のカザフ系民族の4つの民族に分かれていますがテントはロシア系とカザフ系合いで購入している感じですこの2箇所を選んだ理由はまずテントの本拠地移動式がそのあたりであるため 本拠地にたどり着く際の集合場所はロシア国境付近ですからね。があるのそして、馬かもしれません。テレビ誌編集者以下ど第1話で、バルカ共和国は多くの宗派があり、イスラム教は少数派であること、その地域は目に見えて貧しく、物乞いに溢れていることが描写されていた。そのため、 イスラム系民族はバルカでは少数派で貧困層が多いという説明がわざわざ出てきたのも関係があるのかな。土地買って孤児のための独立国家作るのか。といった声も SNS には寄せられている。孤児だけでなく貧困層がたいという思いもあるのかもしれません。視聴者の間では土地を買って、 最終的に建国をするという考察が有力視されていますが、現段階で購入している土地の形に着目する人もいますね。べきの正体バルカナイランで死亡したことになっていた日本人の野木拓。彼は島根県奥出雲町出身だが、テントが購入した土地の形をよく見ると、島根県の形に見える、そんな声もあるのだ。